南礼駅は中華、人民共和国公正地湾族自治区南寧市、西郷堤区にある中国鉄路走行市南礼鉄路局が管轄する駅である。本校では、近接する南礼軌道交通の貨車駅駅についても、記述する、短式ホーム1面、島式ホーム2面を持つ地上駅である。地下3階に島式ホーム2面4線を方向別配線で共有している。 外側2線が1号線で、内側2線が2号線である。それぞれの白はお礼、秋秀寺方面を及び、朝日広場方面の列車は、同一ホームで乗り換えが可能である。本駅は、小葛蘭線、南根線、南防線、南広し線、竜南都市間鉄道、南根旅客専用線の旅客、貨物を扱う特等駅である。2009年3月現在。 69本の旅客列車が発着し、8本を除き始発列車か終着列車である。また、小葛線には、愛口駅から中越国境を越え、どんだん駅を経て、ハノイ近郊のザーラム駅に向かう T8701、8702列車が運行されている。2019年2月26日の早朝、米朝首脳会談のために、 ベトナムへ向かう朝鮮民主主義人民共和国最高指導者専用列車が南寧駅に入線。この際、金正恩がホームに降りてタバコを吸う様子がジャパンニュースネットワークにより撮影、報道された。このため、南寧駅では袋でもホームが撮影されないよう急遽、目隠し用フェンスの工事が行われた。ありがとうございます。